まずはちょっとバラす作業ですね。これを外さない、これがこの固定も兼ねてるんですよね。もちろんこのジョイントも確かあったかと思うんですけど、なのでここに、これね、多分緩み止めっていうほどのあれじゃないんですけど、プラスも普通のビスにね、カバーがしてあるんで、でまずこれをね、ちょっと起こして、まあ、調子が別にね、悪かったわけじゃないから、あれなんですけどね。で、配線の方は、あ、そう、モスタイプはね、メリットもあるけど、デメリットが結構あるらしいですね。やっぱりね、コイルが焼けるらしいですね。結局、やってるね、方がいますけど、電流、あれは電圧なのか、なんだろうな。発電したものが、余分なものを、またステータの方に戻してるらしいんですよね。で、結局そうすると、いっぱい電気を使っているようなものでよければ、あればいいんですけど、そうじゃないと、結局、コイルにまた戻っちゃうんで、そうすると、コイルが焼けちゃうらしいんですよね。コイルの方が熱持つっていうね。まあ、コイルオイルに使っててね、こう、冷却も兼ねてるとは思うんですが、で、結局今までの、なんていうんですか、サイリスター式っていうんですか、SH なんとかタイプですね。あれはよく熱で逃がしていると。だからレギュレーターがすごい熱くなるじゃないですか。だからね、そんなね、違いがあるらしいんですよ。で、最近のオートバイはまた、またっていうか、モスタイプは使ってないっていうね、そういうのが多いらしいですね。話によるとね、川崎とかね。やっぱり、焼けちゃうっていうね、そういうことが理由みたいです。確かにね、それじゃ困っちゃうね。ステータがダメになっちゃったら。回んないね。緩めてこよう。これがもうハマっちゃってるからね。軽くね。そんなに。で、これで外れますよね。向きは大丈夫ね。逆向きにはならない。逆向きにはならないと思いますが、一応書いとくかな。こっちが先頭ね。これ取り外れましたね。ね、キャブレターが、こんな感じでね、見えましたね。で、3番、ジョイントはね、この下にあるんだ。そっか。で、1番と2番のジョイント、3番と4番の多分ジョイントがここにあって、で、裏返しにすると、ここですね。ここに、2番と3番のジョイントがあると。で、2番と3番のジョイントは、ボルトが一つちっちゃいのね。緩むかな？むずいな、これ。むずいな、これが邪魔だね。これは無理くり外すしかない。片側外せばね。ここは片側外せば。2番側を外しました。さあ2番ね。これで多分ね、バラバラにできるんですよ、もうね。で、その前に、おっと、これ外すか。これ邪魔だから、ずっとぐるぐる、ずっとね、足、まとってると邪魔ですよね。スロットルスクリューね。2番についてるのかな？違うな。2番キャブレターについてるのね。2番キャブレターについてる。で、こういうの部品が出ないから、これもなんかね、新品にしてあげたらいいだろうなとか思うんですけど。
邪魔だから外しますか。ね。ね。ちょっと。スプリングが。これもね。よし。そうしましたら、あとは順番に外していくのかな。写真撮ろう。全部写真撮ないと。罠がちゃうね。このジョイントとかもなんかゆるゆるだね。これでいいのかな。これでいいんだ。単にこれがずれてるからか。今ね、外しちゃってるからね。で、これを外して、ね、これ1番と2番を止めてるところとかね。そうすれば、1番が抜けるはずなんだよね。あ、ダメか。その前に、失礼。その前にですね、これ外さないかね、この。なんて言うんですっけ、あれです。チョークの。ね、で、これでこう外して、これ抜かなきゃいけないけど、錆びてるから、錆びてる。うわ。で、ジョイントのところに入っているスプリング、途中、スロットルの部分の間に入っているスプリングですね。これ何番だ、何番だ。1番に置くか。そうか、これが錆びてて抜けないわ。やべ、外れた。こんなのばらして組み立てられるのかって感じです。ね、ね、はい。そしてダメだ、うん、ラジオペンチとちょっとホースツールがあった方がいいですかね。これ一番です。これですよね。これが何番なんだな。2番と4番かで、どこのスプリングだろうな。まあいいや。そっか、こっち繋がってんのか。あ、2番と3番もこれで繋がって外れないから、先に2と3が繋がってるんだ。だから4を先に外すのかな。こういうジョイントのところのホース、じゃあね、オーリングですね。オーリングみんな新品に交換しますね。はい、ホースも変えた方がいいのか。これ4番でしょ。で、2と3が、この、あれで繋がってるんですね。リンクでね。これ外すの大変だね。どっちも、割りピンで止めてあるんだ。ね。だから割りピンを外さないと、外せないっていうコードになってますね。細いね、割りピン。細い割りピンに止まってる。ね、これね、はい、これは2と3だね。はい。オーリングじゃなくて樹脂のあれが割れてるわ。もう。部品出んのかな。片側を外さなくて。細っ。
両脇にワッシャーが入ってるのか。これね、このカラーみたいなどこだろうな。割れてるし。ダメだろうね。古いからね。とりあえず、バラしてね。はい。こう一個一個になりましたね。はい、そうしましたら、あとこれ抜くんで、あのチョークね、これもついてくるんですよ。これもね、外してね、はい、っていう感じですが、2番か。とりあえず1番を外していきますか。これ外さないとダメだよね。錆びてるのね。あ、はけましたね。これあと磨いて、はい、大丈夫ですか。キャップクリーナーとかね、つけるところはこれでそれでダメにしちゃったりするじゃないですか。ゴム、とりあえず、これが残ってるんだ。そしたらこっちのフロートチャンバーを開けて、1個しかありませんから TS はね。短気筒だったらね、これでも1個は出来なんですけど、V4 なんでね、綺麗ですよ、なんかね、ほら、全然ね、綺麗で、ここの、あ、ガスケットいいね、すごいですよ、こう膨らみありますよ、全然あの潰れてる感がない状態が非常にいいですよ。一回開けてんですかね、どうなんだろうね。でもジェット類はちょっとみんな買えますかね、一回ね。全部付属してるんで、あのキースターのね、だから全部すっきり綺麗にして、で、どうかってことじゃないですか。いいですよね。さて、工具がなきゃダメか。これは12かな。ね。あと、これはここはついてなかったかな。あ、ついてますよね。根元もね。だからこれも変えなきゃね。あとこれ買います。あとこれね。これこの辺みんなね変えるっていう。そう。とりあえず。一回拭きますか。整理はどうですか。静かですね。
席でアナウンスしてるに入れてるんですけどね、誰も喋ってないんですよね。で今いくつ ?2843、うん、まだまだちょっとね、あのいいなと思ったやつは先なんで、はい、店長武蔵、サンライズ、バンジョーあのパンツ一丁でした。一番の一番左ですね、一番左にある一番のキャブレターでございます、はい、で、掃除しました。うん、特に問題ないですね、はい。で、1番4番と2番3番で、スターターバルブの形状がちょっと違うみたいですね、パーツカタログを見るとね。ただこのキャブレターセットは前バンク用後ろバンク用っていう風にね分けられているので、まあ、結局のところ4つ全部買わない、2個ずつ全部買わないとあの部品がちょっと合わないみたいなね話になるみたいですね、はい。で付いてたスターターバルブがこれで、まあ、このピンがね真ん中ありますけど、ね、でこちらが後ろバンク用のっていうことでね、1番はまあ後ろバンクになるんですけど、まあ、このピンはないんですが、この引っ張るとこの長さが違うんですよね、はい。そうで2番と3番だけはちょっとリンクになってて、で2本こう引っかかるようになってるんで、この部分が大きいということで、前バンク用の方にはそれが入ってるということで、なんか分かりづらいですよねこれね。あれなんか違うなと思ってね、うん。で、まあ、これはそのまま使うのでセットすると、で1個ずつね組み立てて、で最後、合体させるという感じですね。閉めて、でこれでねスターター入りましたね、はい。そしてあと、スロージェットとかねありますけど、まずこれですね、これはジェットホルダーになるのかな、ね、これね、はい、これが、ここに入りますね。さらにスロージェットですね、全部あの入ってるんで、まあ、それをね、でこれセッティング用にいろいろついてるんですけど、なかなか難しいですよねこのキャブレターね。バラしてまた区分かいっつってねやったら、いやちょっと厳しいよねってね。34だなこれ、34なんか入ってんの ?34、35、38か、35、ノーマルは35なので35ですね、はい。35を入れるということですね、はい。大丈夫ですね、35、でこれついてたやつで、ね、メインジェット114ですね、うん。そう、部品がね一個一個出れば、まあ、そういう純正でねっていうパターンもあるんですけど、ただ純正で随分閉まるねこれ。っていうのもねちょっと、仮に全部部品が出たとしても純正で全部やろうとするとすごい高額になってしまうんで、ちょっと待ってください、汚いね、これはね。
ということで、これはこっちになるかな。で、あとですね、取り付けるものとしては、まあ、いろんな部品があるんですけど、そう、これね、いろんなもの付いてるんですよ。うん。で、とりあえずね、これフォルダをつけますか。そしてメインジェットは114ですかね、ノーマルはね。一応年長キットの方にもノーマルのあれとね、118だ。ね、番手とみんな書いてあるんですけど、118ですね、118。118番を入れましょう。特に何かをね、変えるわけじゃないので。ちっちゃくてね、見んのが大変なんですよ、これ。120。に？なんだ？どこに何があるのかわからないじゃないか、これじゃ。131、112、118あった。そしてあとですね、フロートバルブね、こうついてるんで、これがいいね。この辺りのものはみんなついてるんで、それでいて値段はね、とてもリーズナブルっていうかね。で、これがこのバルブのところについてたやつですね。で、これが、新しいやつ。気持ち違うか、この網の部分が違うですね。こっちは全部網になってますけどね、この辺りでね。そうで、この辺りはね、みんな新品になるので、やっぱほらオーバーフローとかね、そういうの心配っていうのがあるじゃないですか。少しずつ少しずつね、ガソリンが出ちゃうっていうね、その心配もね、なくなりますよね。そして、これですね。で、新品のフロートバルブを使って組み付けると。で、このピン全然固着とかしてなくてね、いい感じで。そしたら、フロート。なんかこれ、変えてるんですかね？なんかね、いい感じですよ。で、これは何ミリなんですかね？フロートレベルね。ちょっと待って、何が2902まで来てるのか。まだか。まだ相当先なんだ。相当先ですね。マニュアルがないかな。フロートレベル 6.8、フロートレベルは 6.8 ミリになってますね。 6.8 か。こんなもんか。ですよね。ほとんどだってかかってないもん。こんなもんですね。ですね。そしたら新しいパッキン使いましょうね。なんかこの使える、なんでこんなに柔らかいんだろう。いつ変えたんですかね。ね。お、XJ400Z が出てる。うわ、きついな、これ。
そしてですね、今度これかな。なんかプラス切った。これも買いましょう。ですね、これはですね、あ、どれもあったわ。ノーマルがジェットニードルは J51A なんだ。どっか J51A って入ってるんですかね。入ってるわ。J51A だ。あ、そうですね。J51A ですね。ノーマルね。J51A。で、J51A とまるっきり一緒のやつが D2859ZS。859の ZS だ。これが一緒なのかな。多分ね。ほぼ一緒ですかね。と思いますね。これを何にも変えないで、パッキンだけとかね。あると思うんですけど。で、外したやつは元のものですね。これはそのままだから。で、使えない ちょっとね、使えないっていうのは言葉があんまり良くないんですけど、交換できない部品がね、あります。はい。ちょっと。で、純正でも部品の設定がないので、そこの部品は。だからそれを交換しようとすると、ちょっと厄介。どうやってやるんですかね。圧入されてるだけなのか、それだったらいいんですけど、そうじゃなかったらアウトだね。先に外さなきゃなって。セリだ。これあれなんだけど、とりあえず。